お願い、助けて。泣きながら俺にすがってきたのは、厳しいと評判の神山部長。でも、ごめんなさい。実は俺。俺には手を貸せない理由があった。過去の悲しい出来事がつけた心の傷によってトラウマを抱えていたのだ。ずっと克服できなくてもいい。また傷つくくらいなら。そう思っていた俺を変えたのは、この手に触れた柔らかな感触。大切なものを守るため、俺は一世一代の勇気を振り絞る。俺の名前は滝沢悟。アパレルメーカーの販売促進部に席を置いている。イベントセールを企画したり、ポップなどの販促物を作ったりが主な仕事。世の中にはお互いに受け入れがたいという関係性が存在する。俺と直属の上司、神山夏美部長がそうだった。彼女は30歳を迎えたその年、手腕を買われて店舗から本社にやってきた。新卒から4年勤めてきた俺を差し置いての出世だったが、それが気に食わないというわけではない。人間性に問題がある上司なのかと問われれば、それも違った。滝沢君、このコピーは何？これが母親を思う、家族の胸に刺さると思う。あなたの言葉には、愛とか熱とかが足りないの。作り直してきて。俺が提出した販促用のキャッチコピーを、彼女は一物した後で突き返してきた。母の日セール用のポップやポスターなどに使用するものだ。前の晩、俺なりに情熱を込めて、それこそ寝ずに考えて作成したものだったが、上司のお眼鏡にはかなわないのなら仕方がない。俺は無理やりに笑みを浮かべて、それを受け取った。わかりました。考え直します。申し訳ありませんが、もう一日お時間をいただいてもよろしいでしょうか。デスクに両肘をついた神山部長は、大きな瞳でじっと俺を見上げた。それは構わないけれど、煮詰まった時は一人で考え込まず、他の社員に相談したり、意見をもらったりするのも手よ。その言葉を聞いた俺は、ああ、そういうことかと納得した。コピーの出来としては、9大点は与えてもいいレベルに違いない。合格を、あえて出さない理由が他にあるのだ。堅くなさがにじまないように注意しながら、俺は笑顔を崩さずに答える。そうですね。しかし、同僚たちもそれぞれやるべきことがあります。そもそもこれは僕が受け持った仕事ですから。あなただって、やるべき業務はそれだけじゃないでしょ。責任感が強いのはいいことだけれど、コピーにかかりきりになって、他の仕事がおろそかになっても困るのよ。もちろん、そうならないように努めます。柔らかくもきっぱりと言うと、彼女は小さくため息を吐き出した。わかった。もういいわ。明日までに提出をお願いね。弱くかぶりを振る様は、扱いづらい生徒をあしらう高校教師のようでもあった。本社事業部のオフィスは広いワンフロアになっている。我が販売促進部の他に、商品部、営業部、経理部、総務部と各部署型に区切られ、デスクやカウンターが整然と並ぶ。会議室や休憩室、社長室などは通路を挟んだ反対側に個別に設けられていた。地方を拠点にした小規模な企業であり、本部社員は全員が出社しても20人程度。オフィスの規模もこの程度で十分にこと足りるのだ。自分の席へ戻る途中、商品部のスペースを通りかかると呼びかけてくる声が。滝沢くんは、また怒られちゃったのか。ニヤニヤと、激した笑みを見せる南さん。35歳のベテラン社員だが、未だ商品を仕入れるバイヤーに収まっている。その隣の席には、田島さんが座り、同情の笑みを浮かべていた。神山さんに手厳しくやられてたようだね。田島さんは物腰の柔らかな男性で、立場や、8歳も上という年齢差を感じさせず、最初から話しやすかった。南さんと同期らしいが、田島さんは出世して商品部の部長を務めている。仕方ないです。
僕の力不足ですから。どれ見せてごらん。田島、お前も物好きだな。放っておけよ。滝沢くんは古今がお好みらしいから、お前がアドバイスしてやったところで、時間と労力の無駄だぞ。南さんの声には耳を貸さず、田島さんは手を差し出す。俺がプリントアウトして手に持っていたコピーの出来を確かめたいのだろう。部署の垣根を越えて気にかけてくれる田島さんを慕う部下は多い。聞けば各店舗の売り場担当者やパートさんたちにまで人気があるだし、それもさもありなんといった感じだ。俺は用紙の端を持ち田島さんに渡した。おお、私にはどこが悪いのかわからないけど、神山さん徹底的にいいものを求めたがる傾向にあるからな。妥協を知らないというか。僕は気にしてませんし、むしろすごいなって尊敬してます。完璧主義なところが。それもですが、難しいじゃないですか。たとえ憎まれても自分が正しいと思うことを貫き通すって。この前も経理部の新入社員に、おお、伝票の間違いを指摘したやつね。確かに他部署の部下にまできつく注意するのは、なかなかできることではないね。田島さんの声には、リスペクトと呆れが半分ずつ滲んでいた。俺が神山部長を尊敬しているというのは嘘ではない。仕事に対しては確かに厳しい。結果を追求するあまり、神経質になることも多く、加えて表情が乏しいため、鬼上司と囁く声もある。だがそれは一部だ。彼女は容赦ない一方で、部下の一人一人を注意深く見てくれている。さりげなく得意な仕事を回して能力を伸ばしてくれたり、その人の抱える問題を敏感に察知して陰ながら支えてくれたりもする。本社に栄転してきてから半年、田島さんに対してほど大っぴらではないが、ほとんどの社員が内心では彼女に憧れていた。だからだ。だから俺は彼女と相入れられない。滝沢くん、もし今夜空いているなら、仕事が終わってから一緒に飯でもどう？神山さんが思わずうなるようなコピーを一緒に考えようよ。田島さんがご好意で言ってくれたのは分かったが、俺は断った。ありがとうございます。でもすみません。今夜はちょっと用事が。それに答えたのは南さんだ。時代は変わったね。俺が新人だった頃は、用事があっても上司の誘いは絶対に断らなかったけど、そもそも滝沢くん、いつも定時で帰るよな。忙しいことで。滝沢くんはもう新人じゃないよ。プライベートが充実してるのはいいことじゃないか。生活を仕事の犠牲にすることが美徳だとも私は思わない。優しい田島さんがすかさずフォローを入れてくれる。それが俺には心苦しかった。すみません。いいんだよ。帰って気分を害してしまって悪かったね。にっこり微笑む田島さんに深く頭を下げてから、俺は歩みを再開した。その背中に南さんが言う。神山部長の言った意味が俺にはよくわかるぜ。真面目でニコニコしてたって薄っぺらに見える。愛も熱もないロボットみたいで不気味なんだよ。南。田島さんがたしなめる声を後頭部で聞きながら、俺は止まることなく席に戻った。悔しくないわけがない。俺は確かに感情が表に出にくいが、心がないわけではないのだ。こうなったら、文句のつけようもないほど秀逸なコピーを新しく作ってやろう。そう思って、定時ギリギリまで粘ったが、いい案は浮かばなかった。脳はパソコンに向かっている時よりも、ぼーっとしている時に活発に動くらしいので、家に向かって歩いている間にひらめく可能性もある。また持ち帰ることに決めて席を立った。お先に失礼します。お疲れ様です。挨拶をすれば、それなりに返事はある。だがどれも義務的で、作業の手を止めてまで目線をくれる人はいなかった。途中でスーパーに寄り、夕飯を購入してから自宅に向かう。田島さんには用事があるからと誘いを断ったが、実際は予定なんてない。独身で恋人もおらず、友達もいない俺は、予定がある日の方が少なかった。田島さんとうまい飯を食べながら、ああでもないこうでもないと、一緒に知恵を絞ったり、
酒を飲んで人生相談なんてできたりしたらどんなに楽しいだろう。そんなことを思いながら街灯がまばらな細い路地を歩く。4世帯が入居したらいっぱいになる小さなアパートの右下の部屋が俺の王国。郵便受けにはダイレクトメールに紛れて父親からの手紙が来ていた。出来合いの惣菜とカップラーメンの夕飯を食べながら白い封筒を開ける。要件は予想していた通り。もうすぐ母親の命日だから法事のために実家に帰ってこいという内容だった。いつも金の心配ばかりしている父親らしく旅費まで同封されている。父親の方だって一人暮らしとはいえ余裕があるわけでもないのに、多くは語らない父親の静かな横顔を懐かしく思い、すぐに頭を振った。そうか、もう13年も経つのか。母さんもだろうけど、生きてる俺の方も時間の感覚かなんだかあやふやだよ。ただ朝と夜を繰り返し、だらだらと流れていくだけの毎日。俺はそっと左手をズボンのポケットに突っ込む。小さな金色の鈴を取り出して耳元に寄せた。先端をつまんで振ると透き通った音が響き、心の扉が少しだけ開く。母親は病死だった。もともとそこまで元気はつらつという人ではなかった。外にいるより家の中にいることの方が多く、俺の中の思い出も一緒に絵本を読んだり映画を見たりといったものばかり。俺が風邪をひくと必ず卵が入った雑炊を作ってくれた。サトル、イラカイの鶏の卵をお父さんに買ってきてもらったの。君の味が濃くて美味しいんだって。いっぱい食べて早く元気になってね。俺が文学部を目指したいと言い出した時も一番応援してくれた。サトルは発想が豊かな子だから、将来は言葉を扱う仕事がいいって思ってたの。そんな優しく聡明な母親が大好きだった。目を閉じるといつでも彼女の温かな声が蘇る。泣いていいの。涙の量はあなたがそれだけ愛を注いだ証。怖がらないで、これからもそういう相手をたくさん作りなさいね。醤油味のスープの中にしょっぱい雫がポタポタと落ち、俺は現実に帰った。無理だよ、母さん。時間は薬なんて嘘だ。長い年月が経っても大切な家族を失った傷は癒えない。そればかりか、俺は誰に対しても心を開けなくなってしまっていた。怖いのだ。誰かを本気で愛してまた失ってしまうことが。最後の時、泣いていかないでとすがっても、俺の手の中でそのぬくもりは徐々に冷めていった。生きている者には必ず終わりの日が訪れる。あの体が引き裂かれるような痛みを再び味わうくらいなら、大切な存在なんて二度と作りたくない。友達も同僚も恋人もペットも家族ですら。あまりにも別れの瞬間を恐れるあまり、俺は父親とも距離を置くようになった。物理的にも離れていれば、いざという時の苦しみをいくらかでも緩和できるはず。そう信じて。神山部長の目を思い出した。大きくて黒目がちな奥の奥の方まで見透かすような澄んだ目。彼女は多分俺が自主的に心を閉ざしていることに気がついている。その理由まではわからないだろうが、たびたび俺が他の社員と交流するように促すのはきっとそのためだ。たとえそれに従ったとしても、俺は上辺だけでしか付き合わないというのに。笑顔は俺の鎧だ。こちらから深入りしたくはないが、むやみに嫌われたくもない。そんな俺の弱さやずるさを溶かして混ぜ合わせて仮面の形にした。頭のいい彼女のことだから、俺がほだされないこともわかっているのだろう。それでも部署をまとめる立場の人間としては不毛な策を講じ続けるしかない。さぞや鬱陶しい部下だろうな。俺は乾いた笑いを発した後で鈴を元あった場所に戻す。父親からの紙幣を封筒に入れ直し、大事に引き出しにしまった。この金は手をつけず、帰省した時に返そう。誰も愛せないロボットと仕事のため愛を教えるプログラマーなんてね。
どこかにありそうな小説の帯に書かれた安っぽいコピーのようだ。俺と神山部長の思惑は背中合わせで、だから受け入れ合うことはない。そう思う一方で、本当はこのままではいけないとも漠然と感じていた。しかしもう、俺自身もどうしたらいいかわからなかった。翌日、結局代わり映えしなかったコピーを朝一で神山部長に再提出した。部長、確認をお願いいたします。え？あ、はい。そうね。文言は悪くないわね。文字のカラーや字体をもう少し華やかにした方がいいかしら。わかりました。それとついでで申し訳ないのですが、来月有給をいただきたいと思います。田舎で母親の法事がありまして。ああ、どうぞ。どうかしましたか？その日の神山部長は、出社してきた時から明らかに冷静さを欠いていた。どことなく焦りを浮かべていて、そうかと思うと、ぼんやりと上の空の時もある。彼女は一瞬今日疲れたように口を開け、じっと俺を見上げた。俺の方から気遣ってきたことに驚いたのだろう。確かに普段の俺だったら、自分から様子を伺う言葉なんて書けない。そのくらい、神山部長は常にポーカーフェイスで、動揺する素振り自体が珍しいことだったわけだが、そんな行動に出た自分に、俺の方こそ驚いていた。しかし、彼女はすぐに顔をうつむかせる。意図的なのかわからないが、後ろで一つに結んだ長い髪が垂れ下がり、表情を隠した。いえ、何でもないわ。少し体調が悪いだけよ。薬は飲んだし、仕事にならないようなら早退するから、余計な心配は不要よ。そうですか。俺は上司の席を離れた。自分の席に戻り、パソコンのモニターの陰から神山部長を盗み見る。彼女の横顔は体調が優れないというよりも憔悴しているように映った。家の方で何かあったのだろうか。彼女は独身だと聞いているから、ご両親とか、もしくは恋人の身にでも何か。深入りする気はない。だから気にしなければいい。だが、他人の優しさをガンとして拒むその態度は、まるで自分の姿を見ているようで、つい視線を飛ばしてしまう。関わらないでほしい。だけど辛い。そんな彼女の心の声が聞こえる気がした。俺は眉間にぐっと力を込めると、作業に集中するべくモニターに向き直った。神山部長はどうにか定時まで乗り切った。俺以外の社員もみんな気が気ではない様子だったが、とうとう誰も声をかけずじまいだ。剣もほろどに突っぱねられる俺を見た後では、そんな勇気などとても出せなかったのだろう。申し訳ないけど、今日は定時で上がらせてもらうわね。そう言って立ち上がり、帰り支度を始めた彼女に不満を訴える社員はいなかった。むしろ遅くまで作業をしていることが多いのだから、こんな時くらい早く帰ってほしいと誰もが思っていたに違いない。ところが運命はそれを許さなかった。神山部長のもとに一本の内線が入る。え、あ、そうですか。いいえ、構いません。ではお待ちしております。ほとんど崩れるようにして、再び椅子に腰を沈める彼女。さすがに、見て見ぬふりができなかったのだろう。同僚の女性が尋ねた。部長、どうかなさいましたか？ああ、いえ、ごめんなさい。大したことではないの。明日上がってくるはずだった安息物、印刷会社の手違いで、これから到着するそうなの。待っていないといけないんですか？部長の私が確かに受け取ったという、治療院が必要だから。まあいいわ。ついでに片付けたい作業もあったことだし。平静を装ってはいたが、神山部長は明らかに強がっていた。悩むより先に、俺は口にしていた。部長、治療院を僕が預かることはできませんか？体調が悪いということでの代理でしたら、誰も文句は言わないと思います。神山部長は目を見開いた。周りの社員たちも驚いた顔を向けてきたが、すぐに賛同してくれる。そうですよ。滝沢さんがそう言ってくれてますし、早く帰って休んでください。悪化して何日も休むようなことになったら、
そっちの方が私たちは困ります。そこまで言われたら我を張り通すことはできなかったようだ。神山部長は少しだけ表情を歪ませたかと思うと口元を引き結ぶ。引き出しから印鑑を取り俺のデスクまで持ってきてくれた。申し訳ないけどお願いするわ。搬入口に荷物が届いたら連絡をくれるはずだから。そしたら降りて行って中身が間違いないかチェックしてから印鑑を。はい、確かにお預かりしました。コピーの微調整はすでに完了しており、例のごとく定時で帰ろうとしていた俺だったが、どうせ早く帰ったって誰が待っているわけでもないし、やることもない。たまに上司を助けたところで信仰が深まるわけでもないのだから。この時はそう思っていた。神山部長がオフィスを出てから約2時間後、無事に荷物は届き、問題なくチェックを済ませることができた。治療院を押し、伝票を受け取った配達員を見送った後で、オフィスに戻る。室内にはもう誰もいない。神山部長のデスクの引き出しに印鑑を返すと、俺も退社することに。いつも通りスーパーに立ち寄ってから、自宅に向かって路地を歩いている時だった。数メートル先の街灯のたもとに、うずくまる人影が。ちゃ、こてちゃ。声の感じから女性だとわかり、しかも聞き覚えがある。まさかと思いつつも、俺は驚かせないように静かに歩み寄り、呼びかけてみた。神山部長。パッと振り返ったその顔は、直属の上司で間違いなかった。今にも泣き出しそうな表情が、古い街灯の心もとない明かりに照らし出される。普段の神山部長からは想像もできない弱々しさだ。一体どうしたのかと尋ねるより早く、彼女は言った。お願い、助けて。やっと見つけたの。そこ、そのフェンスの向こう側にいるの。私が目を離したら、またどこかに行っちゃうかも。意外な一面ばかりを見せられたせいか、俺の方にも心の鎧に隙間が生まれる。戸惑いを隠せないままに、彼女が指さす方向に目をやると、犬。住宅と生垣の間に明るい色の毛並みの小さな柴犬がいた。衰弱しているのか、体を丸めて動かず、丸っこい目だけが光っている。事態が全く飲み込めないが、彼女の飼い犬なのだろうということだけは分かった。滝沢くん、お願い。フェンスを乗り越えて、コテちゃんを捕まえて、私こちら側で受け取るから。でも、フェンスの高さは、俺の腰より少し上といったところ。社会人になってから運動していないとはいえ、なんとか乗り越えられるだろう。ただ問題はそこではなかった。俺は人の肌に触れられない。冷たくなるのを実感した時から、体温を感じることが怖くなった。同じ理由で、動物に触れることもできないのだ。ごめんなさい、俺動物が苦手で。そう答える俺の顔は真っ青だったに違いなく、暗がりでよかったと思った。滝沢くんしか頼れないの。コテちゃんずっとご飯食べてなくて、今また逃がしちゃったら、今度見つけた時にはもう。神山部長は顔をくしゃっと歪めた。見たところ、柴犬に逃げ出しそうな雰囲気はない。飼い主が呼んでいるのに近寄ってこないということは、それだけ弱っているということなのかもしれない。早く捕まえた方が良さそうだ。しかし、住人に声をかけようにも、住宅の玄関は反対側。そもそも、裏手にある窓は真っ暗で、留守であることが伺える。誰か他の人は、そういう時に限って誰も通りかからない。大通りまで戻れば、確か交番があったはず。そう考えを巡らす俺の腕に、神山部長はとうとう涙をこぼしながらすがった。お願い、こてつを助けて。宝物なの、私から奪わないで。彼女の泣き顔がいつかの俺と重なった。そこからの俺は素早かった。彼女の体を離し、フェンスに両手をかける。
なけなしの握力と筋力を目いっぱい駆使して体を持ち上げ、今度は右足をかけると、軽やかではないにしろ乗り越えられた。そして慎重に小鉄に手を伸ばし、壊れ物のようにそっと抱きかかえた。触れた。柔らかい紐に包まれた柴犬は、まるでぬくもりそのものだった。ちょっぴりミルクの匂いがする。俺の腕の中で少し怯えたように上目遣いをする小鉄。その表情を見つめているうちに涙がこみ上げそうになる。ありがとう。ありがとう、滝沢くん。両腕を広げる神山部長に、これまた丁寧に小鉄を手渡そうとしたとき、あったかいって、うわ！あ、小鉄ちゃん、嘘を漏らしちゃった。ごめん、滝沢くん。恐怖か、緊張が頂点に達したのか、小鉄は俺のワイシャツに北海道の地図を描いてくれたのだった。俺はいいと言ったのに、神山部長は洗濯すると言って聞かず、仕方なく自宅まで一緒に行き、着替えている間玄関先で待ってもらうことに。汚れた衣類を紙袋に突っ込んで持っていくと、神山部長はしゃがみ込み、その前で小鉄がドッグフードを食べていた。あ、勝手に玄関借りちゃってごめんなさい。それは全然いいですけど、すごい食べますね。逃げ出してから丸一日経つから、本当に悪いことしちゃった。神山部長はシュンとうなだれた。ペット科のマンションだったが、留守中はケージの中で過ごさせていた。そのケージの鍵が壊れていたらしい。それを知らずに帰宅して玄関を開けた際に、逃げ出してしまったのだという。部屋が外に出やすい1階だったことも悪かった。すぐに探したんだけど見つからなくて、仕事なんてする気分じゃなかったけど、ペットが帰ってこないので欠勤しますとは言えないし。神山部長はカバンの中に、こたつを見つけた時にすぐに与えてあげられるように、いつも缶詰と皿を入れて持ち歩いていたらしい。心配であんなに憔悴してたんですね。私は独り身だし、こたつが家族みたいなものだから。だけどみんなにも迷惑かけちゃって、謝らないと。でもなんて説明したら。あえて正直に言わなくてもいいんじゃないですか。俺も言いませんから。そう？そうなのかな？彼女はこてつをぼんやりと見つめながら納得しきれない様子。根っから真面目なのだろう。本当のことが必ずしも正しいわけじゃないと思います。今回のことは黙ってたって誰も傷つかないし、そういうのは嘘じゃなくて方便って言うんですよ、きっと。すると、彼女はたった今目が覚めたような顔で俺を見た。滝沢くんって。はい。ううん。私、滝沢くんのこと誤解してたみたい。なんだか心の内が読めなくて、気難しい人なのかなって、ちょっと思ってたの。ごめんなさい。神山部長はしゃがんだままペコリと頭を下げる。ああ、いえ、そんな。本当は、とても思いやりのある人なのね。次に顔を上げたとき、そこにはふわりと柔らかい微笑みが浮かんでいた。またしても初めて目にする表情に、俺は直視できず、思わず視線をそらす。それなのに、私ひどいことを言っちゃったわ。こてつを奪わないでなんて。悪いのは私なのに。気にしないでください。動物が苦手だとも言ってたのに、無理やり捕まえさせたり、パニックになってたからってひどすぎるわよね。でも、おかげで少し触れるようになりましたから。ねえ、もし嫌じゃなければ、動物が苦手になった理由を教えてくれる？ちゃんと克服できる手助けができるかも。それがお礼になるかわからないけど、キャッ！小さな悲鳴に顎を上げると、小鉄が彼女の腕に飛びついていた。どうやら、彼女が手に持っている缶詰の残りをよこせと言っているようだ。皿に入れた分だけでは満たされなかったらしい。もう、さっきまでぐったりしてたくせに。後ろ足でぴょんぴょんと跳ねる小鉄が元気いっぱいで愛らしくて、それを涙ぐみながらいさめる神山部長も微笑ましくて、俺はつい笑みを漏らしてしまった。それから、自分でも驚くほど自然に話し始めた。
実は俺も昔、犬を飼ってたんです。俺が生まれてすぐ、父親が知人からもらってきた雑種の件。甲斐犬の血が混じっているという件は、凛々しいのに茶目っ気があった。俺は一人っ子だったこともあって、犬を兄弟のように愛した。しかし、俺が5歳の時、病気にかかってしまい、あっけなく旅立ってしまった。父親は仕事でいない時間だったので、俺と母親で見とったんです。手を取るように前足を握って、剣が息をしなくなっても。俺が嫌だ嫌だと大声を上げて泣くのを母親は止めなかった。むしろ泣いていいのだと言った。涙の量は俺が剣をそれだけ深く愛していた証なのだからと。心臓が動かなくなっても耳だけは最後まで聞こえている。たくさん泣いてくれたその記憶を胸に抱いて、剣は幸せな気持ちで天国に登っていくのだと。素敵ね。神山部長はぽつりと言った。辛い記憶に同情してくれるのではなく、母親の言葉を称賛してくれたことが、俺には嬉しく思えた。ありがとうございます。その母親も、俺が中学生の時に亡くなりました。言葉を失った彼女は、俺が法事の話をしたことを思い出したのだろう。もともと体が弱かったんです。父親と二人で病院に駆けつけた時には、まだかろうじて意識があって、迷うように空中に伸ばされた痩せた手を、俺は無我夢中で握りしめた。やがて力が抜けていき、ぬくもりが消えていっても、俺はその手を離せずにいた。大切な存在が、二回も俺の手の中で体温をなくしていった。それから怖くなってしまったんです。動物だけじゃなくて、すべての生き物に触ることが。それまで誰にも打ち明けたことのない話だった。どうして神山部長に話そうと思えたのか。多分、彼女が俺に対して偽りのない姿を見せてくれたからかもしれない。暗い話ですみません。忘れてください。笑いながら顔を上げると、神山部長は涙と鼻水を一緒に垂らしていた。そうだったの。それなのに、ごめんなさい、私、無神経なことを。いえ、いいんです。部長は知らなかったんですから。話してくれてありがとう。お母様の法要、気をつけて行ってきてね。ワイシャツ、それまでには洗って、アイロンかけてお返しするから。彼女はカバンからハンカチを引っ張り出し、鼻を拭いながら言う。ああ、いえ、そんな、アイロンなんて。いいえ。子供の不始末の責任を取るのは親の役目。そう言って彼女が勇ましく拳を突き上げた瞬間、しびれを切らした小鉄がその腕にぶら下がったので、俺は吹き出さずにいられなかった。その日以降、俺と神山部長はよく話すようになった。職場では相変わらず厳しく言われることもあったが、昼食を一緒に取ったり、休みの日には時々、小鉄の散歩に付き合ったりした。自分が他人と必要以上に関わる日が来るなんて、とても信じられなかった。彼女と接するうちに、彼女のことを少しずつ知った。妹が一人いるお姉さんだということ。子供の頃から几帳面で神経質で、他人に甘えることが苦手な性格だったこと。そんな自分があまり好きではないということ。小鉄は2番目の飼い犬だということ。私、滝沢くんと逆だったんだ。最初の子が召された時、泣けなかったの。散歩中、彼女は懺悔するかのように、足元を見ながら言った。その時もやっぱり逃がしちゃって、そのまま事故で。私のせいなの。だから私が泣くのは違うって思ったから。俺は、彼女が小鉄を見つけた時の、必死の形相を思い返した。彼女の心の中には、彼女なりの大きな傷が残されているのだと知る。きっと、みんなそうやって生きている。でも泣けばよかったなって思った。滝沢くんの話を聞いたとき。こんな話、他人に言ったのは初めてよ。泣きましょうよ。泣いていいと思います。今からでも遅くないから。彼女ははっとした顔で俺を見た。まるきり彼女は悪くないとは言えないけれど、愛していたことは間違いない。
それを伝えられなかったことを悔いているなら、今からだって泣けばいいのだ。うん、そうだね。ありがとう。彼女は微笑んだ後で静かに泣き続け、俺はただ黙って隣を歩いた。そんな時もあった。翌月、俺は会社を休み実家に帰った。法要自体は斎場を借りて行うと父親からの手紙には書いてあったが、終わるまでは実家に泊まるつもりだったからだ。父親は俺の顔を見るなり言った。何かいいことでもあったのか。そんなことを言われたのは初めてだった。俺は自分の方をさすりながら尋ねる。どこか変わった。変わったというか、戻ったというか。さ、菅さんの件に顔でも見せてやってくれ。そう言って、仏間へ向かおうとする父親の背中に、俺は封筒を差し出す。父さんこれ、俺だって働いてるんだから、こういうのはいいよ。自分のために使ったらいいよ。一度やった金はもうお前のものだ。取っておいて何かに役立てなさい。父親はニコリともせずに横顔で言う。そのくらいしか親らしいことできないからな。以前の俺だったら、父親にそんなことを言われたら、ますます別れの時が怖くなるだけだった。もちろん恐怖感はなくならない。だが、それ以上に、温かい気持ちが胸に広がるのを感じていた。母親に線香をあげる際も、住職の読経を聞いている最中も、例年より俺の心は穏やかだったように思う。神山部長と小鉄と過ごすようになったからかもしれない。まだ自分からぬくもりに触れていくことは無理だったが、わずかでも克服できているのかもしれなかった。そのことを早く神山部長に聞かせたい気持ちになった。しかし、田舎から戻ってきた俺を待ち受けていたものは予想もしない事態だった。出社すると通常ならすでについているはずの席に神山部長の姿がない。正午近くなっても彼女は現れなかった。気のせいなのか、オフィス内の空気が重苦しく感じる。俺は胸騒ぎを覚え、休憩室で弁当を食べる田島さんの隣に座った。あれ、珍しいね。滝沢くんの方から。どうしたの？いえ、今日神山部長の姿を見ましたか？すると田島さんは、にわかに表情を曇らした。そうか。滝沢くんは有給を取ってたんだったね。神山さんは、謹慎。どうしてですか？衝撃の事実だった。田島さんは周りを気にしながら、ことの経緯を説明してくれた。どうやら架空の納品伝票を計上したらしくてね。使ってない備品の伝票を経理に出して、金を自分の懐に入れてたらしいんだ。そんなバカな。俺の頭の中にいつかの彼女の姿がうつみがえる。自分のせいで愛犬が召されたと告白し、その愛犬を思って静かに涙を流し続けていた。そんな彼女と不正はどうしても重ならない。私だって信じられないよ。でも伝票にはしっかりと彼女の印鑑が押されてたそうなんだ。だから経理の方でもすっかり信用してしまったようで。印鑑、大きな額ではないようだし、急なことで人事も追いつかないみたいでね。とりあえず今のところは処分保留という形になっているみたいだが、解雇という可能性も。俺の頭の中には引っかかるものがあった。田島さん、その伝票が計上されたのがいつか正確にわかりますか？いや、そこまでは私も。ただ、経理の子が神山さんが計上に来たのを覚えていたそうだよ。それは決定的な言葉と言えた。だが、むしろそれは俺の中の疑心をより深くさせた。なんなら曖昧で見えにくかったものがくっきりと輪郭をなした。もしかしたら、神山部長は陥れられたのかもしれない。俺は怒りのため、膝の上で強く拳を握り、すぐに緩める。たとえそれが真実だったとして、だからなんだというのか。俺はずっと他人との関わりを避けてきた。思いがけず神山部長と距離を縮めることになり、
そのおかげで俺は以前より前向きになれた。だが、傷が完全に癒えたわけではない。引き返すなら今ではないのか。今だったらまだそこまで傷つかない。たとえ彼女がこの会社を去り、二度と会えなくなったとしても。リン。ポケットの中で、かすかに鈴が鳴った気がした。滝沢くん、どうした?何か気になることが、いえ。伺うような視線を送ってきた田島さんに、俺は穏やかな笑顔で返した。何でもありません。それから3日後、販売促進部に神山部長の姿が戻ることはなかった。定時を迎えると、俺はいつも通りに自分の席から立ち上がった。オフィスを出て、会館に降りることなく休憩室に入る。そこには俺を待っている人物がいるはずだった。お待たせしました。お呼び立てして申し訳ありません。お話って何でしょうか?彼女はやや怒りをはらんだ声で言った。経理部の原さん、入社してから1年も経っていない割には度胸が座っているなと感じた。そのくらいだから大胆な行動ができたのだろうとも思うが、俺は軽く深呼吸して心を整えてから言った。俺と一緒に社長室に謝罪に行ってほしいんです。は?彼女は怪訝な表情を浮かべる。あの日、俺が滅多にしない残業をした日、預かった印鑑を俺はトイレにも肌身離さず持っていくべきだった。だから俺にも非はあるんだ。彼女は一瞬にして青ざめた。何言ってるわけ?意味わかんないんだけど。俺が自分のデスクに置きっぱなしにした神山部長の印鑑。俺がトイレに行ってる間に、それを勝手に伝票に押したのは君なんだろう。神山部長の不正の一件を知った後、俺がやったことは納品伝票の控えを調べること。販売促進部の備品として計上された伝票であるなら、神山部長のもとにその控えがあるはずだと気がついたからだ。俺は同僚たちが帰った後で上司のデスクを漁り、ファイルの中からそれを見つけた。神山部長が無実を訴えるためにすでに持ち出していることも考えたのだが、まだそこにあったということは、パニックになった彼女がその存在に気づいていないか、幹部たちが取り付く島もなく彼女に謹慎を命じたか、どちらかだろう。伝票が発行された日付を確認する。それは虎鉄が行方不明になったことで心身ともにすり減った彼女が珍しく定時で上がった日、荷物を受け取るために俺が印鑑を預かったその後の時間だった。つまりその伝票を神山部長が発行することも、その伝票に押印することも無理。ましてや本人が経理部に形状に現れることも不可能なのだ。特に問題行動のない君が、部長が形状に来た、はっきり覚えてるって言い張れば、それを信じる人は少なくないだろうね。目撃したという証言の力は大きい。重大な告発を新入社員が震える声で言ってきたら余計だ。それでも俺としては、幹部たちには神山部長の方を信じてほしかったし、一人の社員の言葉を鵜呑みにせず、徹底的に調べてほしかった。言いがかりはやめてよ。名誉毀損で訴えるわよ。果たして訴えられるのはどっちかな。そのセリフを言ったのは俺ではなかった。俺の後ろから現れた田島さんだ。隣には神山部長と白髪で恰幅のいい男性、社長の姿も。俺が二人を連れてきてほしいと、あらかじめ田島さんに頼んでおいたのだ。真実を知り、神山部長は愕然とし、社長は憤りをあらわにしている。しかし、それでも原さんはしぶとかった。証拠は?私がやったって証拠。俺はぐっと言葉に詰まる。そこを疲れたらきついなと思っていたが、やっぱり言ってきたか。証拠はなかった。あの日は業務が少なく、同僚たちも比較的早く上がったし、俺も原さんの姿を見たわけではない。それでも俺は彼女が犯人だとしか思えない。彼女には動機があるからだ。俺が押し黙ったのを見て、原さんは高い笑い声を上げた。ほら、ないんでしょ。それなのに人を犯罪者扱いして。訴えさせてもらうのは、やっぱり私の方だったみたいね。
そこで助け舟を出してくれたのは田島さんだった。証拠ならあるよ。え？これには原さんの声に俺の驚きの声も重なる。田島さんは普段通りのにこやかさで、スラックスのポケットの中を片手でガサゴサしながら言った。君が滝沢君のデスクの前でコソコソと何かしてたのを見てた社員がいるんだ。携帯電話で写真も撮ったそうで送信してもらった。見るかい。すると原さんはたちまちその場に崩れ落ちた。もう言い逃れできないと諦めたのだろう。目撃証言が別の誰かの目撃によって覆された。だってムカついたのよ。ちょっとしたミスじゃない。それを全然関係ない部署の人が偉そうに怒鳴ってきて、困ればいいって思って。彼女はいつだったか仕事でミスをして神山部長に叱られたことがある。それをずっと根に持っていたらしい。あまりにもくだらなくて身勝手な動機だ。ぐずぐずと泣き出した原さんを社長が引っ張り上げて連れて行った。会社に損害が出たわけではなかったが、騒動を作った責任はある。彼女には厳しい措置が下されるに違いない。田島さんも俺の肩を軽く叩くと続いて部屋を出ていく。今回のことではすっかりお世話になってしまった。田島さんには日を改めてきちんとお礼を言わなければ。そして休憩室には俺と神山部長が残される。滝沢くん、ありがとう。滝沢くんには助けてもらってばかりで、本当になんてお礼を言ったらいいか。神山部長は目に涙をためて言った。俺が助けてばかりじゃない。俺だって部長に助けられたんです。え？俺は生き物には触れないって言いましたよね。それは物理的なことだけじゃなくて精神的な意味合いもあった。俺は片手をポケットの中に差し込み鈴に触れる。俺は他人と深く関わることから逃げていたんです。失って傷つくことがもう嫌だから。今回の不正の件も最初は知らないふりをしようと思いました。だけど俺は一生誰にも心を開かず、誰のことも愛せないと思っていた。それが神山部長と時間を過ごすようになって俺の心に変化が起きた。大切な人を失うことを考えると相変わらず怖い。だけどそれよりも重要なことに気がついた。愛する人を一番近くで守れないままにいつか失う時が来たら、その方がよほど怖いことだって気がついたんです。滝沢くん、俺は神山部長が好きです。上司としても人としても女性としても人生の終わりまで一緒に歩きたい。ダメですか？彼女の瞳からみるみるうちに涙が溢れ出した。私なんかでいいの？あなたがいいんです。自然に俺の顔に浮かんだ笑みはきっと子供の頃のものと同じだったはずだ。父親と母親と、そしてケンと一緒にいた頃の俺の本当の笑顔。彼女が、夏美さんが取り戻してくれた笑顔で、俺はそっと彼女を抱きしめる。翌日、夏美さんは職場に復帰した。代わりに原さんが謹慎処分を受けることとなり、そのうちひっそりと退職した。今回の件は、尾びれ背びれのついた噂となって知れ渡ってしまったので、会社に居づらくなったのだろう。自業自得だ。その翌月には、俺は再び実家に帰った。今度は夏美さんと、もちろん小鉄も連れて。父親は俺たちの姿を見て分かりやすく驚いた。二人のことも母さんに会わせたくてさ。あ、旅費は父さんのから金を使わせてもらったよ。続けての帰省はさすがに金銭的にきつかったから助かったよ。俺がそう言うと父親は泣きそうな顔で笑った。そうかと思うと目を丸くして小鉄の首輪を指さす。あ、その鈴は。ああ、剣の首輪についてたやつだよ。覚えてた。ずっと俺のお守りだったんだけど、これから小鉄を守ってくれる。この子はちょっとやんちゃでさ。俺は夏美さんと顔を見合わせて笑った。さて、話にはまだ続きがある。原さんを追い詰める決定打となったあの写真。あれを提供してくれたのは、実は南さんだった。後日改めて田島さんに謝罪とお礼を言った際、田島さんが教えてくれたのだ。南から言い出したんだよ。
滝沢くんが神山さんを助けたくて奮起したみたいだって話したらさ、これが証拠になるかもしれないから使ってくれって。南さんは最初、それが不正の現場だとは夢にも思わなかったらしい。忘れ物を取りに来たら、何やら俺のデスクを漁っている社員がいた。俺をからかうネタにでもできたらと、軽い気持ちで撮影したのだという。すかした男だと思ったら、なかなか見込みがあるじゃないかって感心してたよ。そう言って笑う田島さん。田島さんと南さんと俺と、三人で居酒屋に行くのも楽しそうだなぁと、俺は思った。そして2年後、俺は部長代理に昇進したのを機に、夏美にプロポーズした。彼女が行きたがっていた展望台のレストランを予約して、デザートの後に小さなダイヤがついた指輪を差し出して。月並みで申し訳ないけど、俺が人生を共にする女性は、やっぱり夏美以外に考えられない。愛しています。俺と結婚してください。母さんに発想が豊かと褒められたのに、こんな時にベタな演出しか思いつかない俺が恨めし。だけど、夏美は涙を浮かべて喜んでくれた。心が震えたわ。私もサトルを愛してます。一生そばにいさせてください。翌年、海の見えるチャペルで結婚式を挙げた。俺の田舎に近い式場だったのに、会社の同僚たちが大勢お祝いに駆けつけてくれた。父親も田島さんも、南さんも、泣きながら喜んでくれている。こんな光景、数年前には想像もできなかった。青い海に、夏美の艶のある黒髪が入る。美しい花嫁、大切な父親、愛犬に信頼できる仲間たち。彼らのうちの誰かが欠けるたび、俺は傷つき、泣き崩れるのだろう。だがもう何も恐れることはない。それは俺が、それだけ深く大きな気持ちで愛した証。泣いた後には、雨の後の晴天のように、愛おしさと幸福が広がるのだから。これが、俺たちの馴れ初めです。ご視聴ありがとうございました。今回の二人の馴れ初めはいかがでしたか？良かったと感じた視聴者様は、今すぐ画面下のチャンネル登録と通知用ベルマークを押してください。新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけます。また、いいねや、馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。他にも素敵な馴れ初め動画がたくさんあるので、よかったらもう一本見ていってくださいね。